今の方向で行ったら郵便局が全然出てこなかった今の説明です。ビッチさん初登場ですね。初登場、はい、今までカメラと思ってます。よろしくお願いします、はい、今日ご紹介するのは大光寺。あ、そうですね、はい、ビッチさんが来てくださいましたね。あ、そうですね、はい、あのいつも販売行かせていただいております、はい、お日にちご紹介ください。はい、来月の3日日曜日と17日、10時頃から14時半頃までですね、本堂の、前のところでですね、こちらのホットコーヒー、オレンジジュース、桜川サイダーを販売させていただきます。はい、10月3日と10月17日の日曜日です。もうアジサイで有名なんですよね。そうですね、あのアジサイの時期がに、行ったんですけれども、はい、その時はもうすごいいろんなところから来られてる方が多くてですね、うん、すごい賑わってました。はい、なるほど。この写真も来光寺さんのアジサイですか？あ、どうなんですか？え、私に、はい、私が撮りました。松本です。綺麗なアジサイがいろんな種類割ってるんですね。あ、そうですね、いろんな種類割ってます。ね、アジサイの時期にはぜひ皆様来光寺さんへどうぞ。多分紅葉とかも綺麗なんじゃないですか、自然が豊かな。あ、そうですね、はい、いろんな、ね、アジサイ以外にもいろんな花とかあと木とかもすごい割ってるんで、多分紅葉の時期も綺麗だと思います。はい、ですね、まだ10月だと紅葉は始まってないかもしれませんけど、自然がたっぷりだと癒されますので、その中でコーヒーなど飲まれたらいかがでしょうか。ベッチさんが行かれますね。はい、はい、僕が販売しておりますので、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。来光寺さんで販売されてて、はいはい、どんなお客様が多かったんですか？基本的には、まあ、近所の方とか、あとはアジサイの時期とかの時はわざわざ県外、京都とかから来られてる方もいます。京都とか、はい、私行ったことないので、次のアジサイの時期には必ず、はい、ぜひ来てみて、はい、本当に綺麗で、あとはハスの花とかそういうのもあって、あのちょうどその時雨が降ってたんですよ。なんで雨が降ってたっていうのもあって、すごいそこの葉っぱの上に滴がすごいでいい感じ、かわいいですよね。いや、そう、あれ本当にもうすごい綺麗でした。はい、どうですか、じゃあ暑かったり雨が降ったりとかいろんな天候の時に行かれてたんですね。はい、そうですね、晴れの時もまあもちろん綺麗なんですけど、雨の時はさらにこう、まあ、その時期は特に味が出てすごいいいなと思います。はい、やっぱり飲み物は寒い時ってホットコーヒーが良くなりました。雨の日なんかやっぱ寒いんでホットコーヒーが良くなんですけど、すごい晴れてる時は逆にすごく暑かったんで、オレンジジュースとかあとサイダーをよく入れました。はい、桜のサイダーそうですね、はい、場所は、最寄り駅はどちらですか？野瀬電鉄線の、はい、宇根野駅です。宇根野駅、最寄り駅は、はい、あら、どのぐらいですか、歩いて？徒歩大体10分、15分くらいで着くことができます。はい、そうですか、はい、はい、皆さん、ぜひ野瀬電もいいですよね。あれ、そうなんですよ、興奮になってます。あ、ほんまに、あ、ごめんなさい、すみません。実際歩いたらと、あ、僕それくらいでした。あ、実際歩いたら、そうなんですか。
車していただいて、改札を右、そして、右と左に行く道があるんですが、右の階段を降りていただいて道なりに歩いていただくと、右手に郵便局があります。その郵便局を右に曲がっていただいて、ずーっとそのまま道なりに歩いていってください。結構細い道なんですね。でその道を歩いていっていただくと、もらい工事って多分出ていたんじゃないかなと思うんですけれども、住宅地を右に曲がっていただいて、たらもらい工事あります。左側に駐車場があって、野瀬田の高架下をくぐっていただいて、でその先に階段があります。でその階段をとことこと登っていただくと、大光寺の本堂前に到着いたしますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。お待ちしております。今から昨日ですかね。昨日ですね、はい、ランタンを買ったって松本さん言ってたと思うんですけど、覚えたんです。こちら可愛くないですか。色もミントグリーン、もう乙女心を。なるほど。ぐさ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 じゃないですか。くすぐるような。そうです、ね、はい、はい、つけてみましょう。はい、こんな感じか。かわいい。おお明るさの調節ができますね。ねえ、すっごい明るいですよね。かわいいですね。ほんわりとした明るさ。はい、ナイトカフェとか、あとは福岡里さんの時も使えますよね。そうですね、夜イベントに使えそうです。皆さん、この明かりを目印にしてください。はい、お待ちしております。お待ちしております。絶対来てね。調べさんどうぞ。ですね、お肉の方がガパオライス、お魚の方が白身魚のレーモンガーリックソテーで、ピタパンの方が白身魚のフライのタルタルになります。はい、ちょっと消えかかっちゃいますけど、はい、こちらのメニューでお待ちしております。はい、ではこちら今月いっぱいのランチメニューでございます。ぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしております。お待ちしております。では恒例の白部さん、初めてじゃないですか。あ、初めてです。お任せします。多分間違えるでは、母そっくり、はい、この動画がいいなと思った方はいいね、グッドボタン入れてください、はい、グッドボタン、はい、グッドボタン高評価をお願いいたします。チャンネル登録、はい、ぜひぜひお願いいたします。よろしくお願いします。はい、次も頑張りましょうね。はい、次も出てくるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんでしょうね。ということで、ミックスカフェのチョンさんでした。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。